20天皇・花山寺にてにわかの出家道兼の観策花山寺におわしまし尽きて見身しおろさせたまいて後にぞ粟田殿は「まかりいでておとどにも変わらぬ姿今一度見え書くと穴居申して必ず参りはべらん」と 申したまいければ、我をば、はかるなりけり、とてこそ、泣かせたまいけれ。哀れに、悲しきことなりな。日ごろ、よく、御弟子にて、さぶらわんとちぎりて、すかし申したまいけんが、おそろしさよ。当三条殿は、もし、去ることや、したもうと、危うさに、去るべく、おとなしき人々、 何がしかがしという意味じき源氏の無差たちをこそ、お送りに添えられたりけれ。今日のほどは隠れて、包みの渡りよりぞ、うちいで参りける。寺などにては、もし、押して、人などや、なしたてつるとて、一尺ばかりの刀どもを抜きかけてぞ、守り申しける。